今回の企画は、超過酷、黄昏の森サバイバル。難易度ハード、寝るの禁止、死んだら復活禁止の、キキクルール、ボンジュールさん、シロアンさん、ガンクラさん、ナナシさんが、前回までに死んじゃったよ。ブンブクチャガマは、今まで生き残ることを最優先してたけど、クリアするためには、もう後がないぞ。戦え、戦うのだ、タヌキ魂を見せるのだ。はい、ということで、今回もやってまいりました。聴覚シリーズ、黄昏の森編、パート3、よろしくお願いします。イエーイ。ボンさん、今日も気合い入れていきますよ。いきましょう。気合い入ってるよ、今日は。いや、まあ、気合い入れていきますよって、ボンさんに言ったって前申し訳ないですけど、ボンさんが気合い入っても、まあ、しゃあないところはありますけど、まあ、ボンさん死んじゃったんで、まあ、でも、残された6人で、ボンさんたちの思いを胸に頑張っていきますので、みんな頑張っていきましょう。よろしくお願いします。頑張るぞ、みんな。これね、ちょっと、あんまりこう、いうこと言っちゃダメだと思うんですけど、頼りない。こら、そんなのここまで残ってきた、ね、本当ユーシャたちよ、モタども、なんかちょっとその猫おじいちゃんとかさ、安心じゃない文福とかさ、なんかマイクラ初心者のチルマル3人いるわけでしょ、私に任せろって。いや、任せれないんだよな。ほんと、ちょ、ジョニキとペンギンマジ頼むよ。ジョニキとペンギンがやられたらもうこのチーム崩壊する可能性あるから、死なない、命大事にね、命大事に頼むよ。はい、よし、じゃあちょっと今日も行きますか。よろしく、整えるか。あった。整えましょう。怖いから。これ、ちょっと今日前半戦、あんま面白くないかもだけど、ちょっと装備を整えよう。装備を。一旦この拠点を、整えましょう。で、じゃあ、文福とチルマル、ちょ、食料部隊。食料を二人で、うん。チルマル食堂頼んだ、文福とチルマルで。はい。ペンギンは、ペンギンちょっと相変わらずボンさん作ってるけど、じゃあ他のメンバーはちょ装備を強くできる何かを探してくれ。装備をまだね、行ってない家も何軒かあるのよね。あ、そういうこと。うん、怖いよ。これだね、これが。じゃあ私は食料なので、あれ、ナーガの首って誰か持ってる？ナーガの首持ってない。なんかボンさん作るの遅くなってね。いや、おいペンギン。違うだろ、忘れちゃった作り方。広げんなよ。ちょっとやっぱブランクあるからね。広げんなよ。超家族のブランクあるから。広げんなよ。ちゃんとボンさんの顔をね、忘れないようにね、ペンギンね。もう死んじゃったから確認はできないだろうけど。で、地下に掘りたい人は、ボンジュール像の下から行けるから。ないみたい。ボンジュール、ここ、ブランチマイニング場にしよう。ダイヤありますか？ダイヤ多分残ってないんじゃないかな。2ダイヤ掘ってからエンチャントテーブル作らないと。あ、ある。猫おじないっす。いいよ。連携していこう。いや、死にたくないな。分かんなくなんないよね。チルマさんの後にさらにつけるっていう。一歩で分かんないよね。今日もう一個ボス倒すけど、ちょっとせめて呪鉄装備で挑まないと、このままだと全滅しかねえ。エンチャントもつけて、今日は犠牲者ゼロでいくよ、もう。犠牲者ゼロで。マグマの音聞こえたら教えてください。そっか、黒曜石が必要だから。あった、めっちゃあった。マグマ見てないかも。あ、黒曜石あります。誰この通路。ペンギン、通路まで階段にしなくていいから。これは別に階段が地図で全然喜ばないでしょ、これ。全然意味あんのか。まあいいや、これはだいぶいい。お父さん退屈かもしれないですけど、すいません、おらせてください。いやちょっとね、こうやってね、準備してるとね、ボンさんから圧力かけられるんで、早よしねえっつって。死ねば言わないよ。早く物語を進めろっつって。あ、すごい、ジョニキと文福が今、キノコ集めてる。あー、ありがたい、ありがたい。食料マジで大事。ジョニキがチルマルと文福がキノコ集めてる。ありがたい、ありがたい。じゃあ階段で閉じ込められた。
え？どうした？なんて？文服。した。文服なんだあれ。なんで気づかないんだお前。お前そんなやばいなんの。存在に気づかないの。やばいなんの。あ、気づいた気づいた気づいた。あ、なんだあれ。え、ブさん何があるんですか。迷路。文服のいる近くに迷路がある。迷路がある。迷路。いやー、迷路が絶対まだでしょ。迷路危ない。怖い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 。あ、ダイヤ来た、ダイヤ来た。ダイヤ頼むね。すごい。早い。じゃあ文服単独行動するなよ。いやでもそんな大きくないよ。あ、そうなの。うん、ボスもいなさそう。うん、そんな感じじゃない。そんな感じじゃ全然全然。本当に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 。じゃあ行くか。さあ、服死んだら映れませんよ。ボンさん、ボンさんそそのかされて死んだら。あ、どうした？チルマルがい、来そう。行くのか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 。二人もむしろむしろ。ああ、ちょうど行くなこれは。なんでよもう本当に食料部隊でしょ。メールで入ってきました。なんで行くのよ。なんで行くか。ボンさんちゃんと写しといて、写しといて。写し写し。行くか行くか行くか。迷っております。迷っております。あ、ちょ、猫おじからほらもう。やめとけっつって。わかんないからね、その迷路みたいなのが。いきなり閉じ込められて強い敵みたいな出てきたら。行けるんじゃないかな。来いと。いや違う、一応メモでしょ、メモでしょ。マイナス1000の0ぐらい。装備にして、こっちあるよ、はい、作ってあげよう。1、2、3、4、5、6、7。はい、文服、これ作ってあげた。はい、やった。 OK。 噂によると次のボスから本当強いらしいから気をつけてね。いやー楽しみだな。なんでボスさん嬉しい、楽しみだな。なんで嬉しそうなの。いやいやいや、みんな強い敵ね、楽しみだよね、みんなね。準備できた。ノックバック。猫おじいちゃんちゃんとあれ使ってね。あ、そうそうそう、杖使ってね。はい、痛っ、痛っ。味方からも吸っちゃうから。猫おじいちゃん、しかもそれ回数制限あるから気をつけて。99回までしか使えないから。ペンギンが欲しがってる。おじいちゃんペンギンが欲しがってる。練習しといてください。おじいちゃんあげる。あ、違う、杖欲しがってるんじゃなくて多分殴って欲しがってるんだと思う。吸われたい。やべえ、頭変わった。頭ピリコーンってなって。いくよいくよ。はい、ジョニキいくよ。はい、じゃあこっちでーす、こっちでーす。道中コボルトにやられる事件多発してるんで気をつけてください。 OK です。やられません。隊列を崩さない、隊列を崩さない、隊列を崩さない。はい、こっちこっちこっち。あ、全員いる？いますいます。でいます。文部会では大概全員いる。あともうちょっとだ。
ほう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 。ちですね。あのキノコのあたりらへんだな。あ、なんか柱がある。気をつけても襲ってくるかも。食べといてご飯。あ、そのまままっすぐ行くとさっきの迷路迷路。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあやっぱさっきの迷路が、ボンさん。そうなのかな。次のボス、うん。危なかった、でかくちゃくちゃしょぼそうって言った。危ねえ、でかくてよかったよ。気をつけてね、来るよ。ここだ。ここになってる場所。どこだ？もう左側、左側。あー、これ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 、これだ。みんな戦闘準備。あ、なんか泣いてる。なんかガラリルルって言って。うわ、狼かい。普段の狼かい。あ、なんか、あ、狼。あれだ、スコマだ。壊して壊して。みんな何が起きるか気をつけて。チェストがある。これなんか。おお、どんどんいってる、スコマを。スコマがいっぱいあるね。あー、ペンギン頭いい、上からいってる。絶対罠あるもん。でもハサミゲットしちゃった、こんな。いて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 、何何乗るとね、プシプシいってない。あ、でも上、上にブロック置けば大丈夫だ。やばいな。上にブロック置くと大丈夫、みんな。まあ、乗るとやられるけど。そうなんだ。やばいな。葉っぱの上だとダメージ受けるよ。壊せないんだ。え、敵いなくないの？あ、いや、葉っぱ壊せると思う。うわ、毒グマ、毒グマ、気をつけて。めっちゃキモい、なんかこの毒グマ。ドキが、ドキが、毒グマ。気をつけて、気をつけて。ドキ、暗いながら歌ってきついよ。あ、ナイスナイス。おー、壊した。壊した。壊れた、壊れた、壊れた。ほら、オッケー、ナイス。よしよし。はい、総集スイカとか入ってる。なんか、なんか、確かにボンさんが言うように、そんなになんか、あれ、ボスがいない。ちょぼい。え？いや、でもここになってるんだよね。え？やたらチェストにキノコ入ってる。やっぱキノコ系ボスなのかな。あー、無臭チャンピオンなんだっけ、なんだっけ。虫チャンピオン、虫チャンピオン。虫チャンピオン。チャンピオンくらい。ワンチャンさ、壁の中から襲ってくるさ、やつみたいな。はい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 。キノコに化けてるとかね。そう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 。大したもんないっすね。ねえ。こんな感じだね。何も見つけれないみんな。ガチで何なんだ。これちょ、ボスの出し方分かった人、ボンさんからお小遣いもらえるよ。何？ボスいるのかな。ボス、いや、ここにいる、いるはず。え、ボスいる？ボス？どこ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 ？ボンさん、ボンさん。それボンさんだからボスじゃなくて。でんででーん。やっとみんな。あ、猫じいた。これは迷宮ですわ。なんもなくないそこ。地下ってこと？うーわ、地下だ、地下迷宮だ。うわ、いったいや。いらっしゃいって書いてあるよ、これ多分。マジかー。うわ、絶対強いやん。え、死にそう、マジで。一人、みんなで行かない？どんな敵かも、情報共有したい。うわ、これはすごいわ。頑張れ。よし、行こう。全員やられるもあるかな。いきなり二手に分かれてるけど。確かに。ほんまそれ。ボンさん、ボンさん、どっちか決めて、3、3に分かれるか。何分かんない、何分かんない。6人で行くか。どっちがいいと思う。いや、ここは、うん。手が、
6人で行った方がいいんじゃない？OK。で、なんか右の方が入り口っぽいよね。むしろ気づいてなかったな。あ、なんかいる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 。え、なにこれ？牛だ、牛。牛、え？ミノタウルス。ミノタウルスみたいな。え、どうする？ボスクリア？え、ボスじゃない？終わった？いや、でもね、ボスだと上にね、出てくるはずなのに、体力イメージが。そこ帰るぞ。違うね。あれがいっぱいいるの？全然いっぱいいる、いっぱいいる。押してる、めっちゃいる。ちょっと待って、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。おお、突進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 。突進が強いな、これ。突進が強い。縦で避けれるよ。牛スポナーありました。牛スポナー壊せ、みんな。うまく使って。面白すぎでしょ、これ。気をつけて、気をつけてよ。ナイス抜き。いて、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 あぶね、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 怖い、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 怖い。やばい、強いぞ。結構減るね、3以上、4ぐらい減る。やめて。結構強いよ。やべえ。これ何？どっかが、ボスがいるってこと？ちょっと埋めていこう、じゃあ。行き止まりっていうか、あれは。確かに行き止まり、なんかね、行き止まりのところブロック置いて。だったら石を作った入り口でしょ。入り口の座標235のマイナス500。毒グモ、ここも気をつけて。え、気をつけて、ミミック。開ける前にトラップチェストをちゃんと確認してるのに。チタン TNT、オッケー。死んじゃうよ、それ。大丈夫。うわ。トラップチェストやばいでしょ。向こうで大丈夫か？向こうさん大丈夫か？石のスライム。何どこまで行ってんの？この3人で集まるのは危険。で、工事と分布か。イエーイ、イエーイ。なんで行き止まりでみんな固まってんの？あ、本当だ、石のブロックいる。あ、石のスライムいる。なんじゃこいつ。うわっ、ちゃんと現実するんだ。スライムブロックを落とす。大丈夫かな。蒸気ガンガン進んでる。いいよ。あー、毒グモ、毒グモ、後ろ。むずい。しゃあ、ペンギンもガンガン行ってる、ガンガン行ってる。あー、惜しい、惜しい、ペンギン、ペンギン、気をつけて、気をつけて。うわ、なにこいつ、なにこいつ、変なのいる。なんか虫みたいなのいたよ。なにこれ。燃えた。自分で死んでった。スライムライダー。うわ、スライムライダーみたいな。遠距離攻撃。マジだ。スライムライダー。迷宮だ。迷宮っすね。タイマー詰まってる人いる。気をつけて、音がする。あ、あ、怖かった、怖かった。これ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 、やばいやばい、猫字猫字、すえすえすえ、ね、おー、危ねえ危ねえ危ねえ、猫字、一回後ろに、一回後ろに、危な、
やべえ、ボンさんになるとこでしたよね、おじいちゃん。危ない、危ない、危ない、危ないよ。危ない、危ない、危ない、意外と強いですね、やっぱ。あ、来るよ、牛来るよ。パッと構えて、パッと構えて。うん、金の剣なんで 金の剣使ってんの？金の剣弱くない？大丈夫です。そうでもない。強いです。あ、猫じ。猫じ。死亡確定。猫じ、猫じ。え、猫じちゃん。猫じちゃんが。みじん切り。みじん切りにされた。猫じ。ちょっと嬉しそうなんですか。いや嬉しくない、嬉しくないよ。危ない、やばいやばい、震えた、やばいって。まだボス行ってないのに。やばい、ペコさん、どうしよう。これで行くぞ。あ、おじいちゃん切ってるわ、ここで。あ、おじいちゃんの、おじいちゃんの装備で強くなれるものあれば。猫じい、どこ、すっとこ。いやー、おじいちゃん散りましたね。おじいちゃんなんか今日ね、イケイケだったんですよね、なんかやったら。でも強気よね。うん、やったらイケイケだった。これね、裏言うとね、うん、この撮影の前にチーター軍団やってたから、ね、うん、いやだと思った。イケイケなっちゃうな、チーター軍団やっちゃうの。どうぞさん、気をつけて、目向け。さっ、後ろから虫も来てる。虫、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 虫。危ねえ。ハート、ハートさん。おー、これ。強っ。ここのメンバーどこまで行ったんだ。スライムライダー。ミキが近くにいる。スライムライダー。どうする？何すんな。何もしてない。トゲか。クワガタいる、クワガタいる、気をつけて。あー、捕まった捕まった、ほら、オッケー、うえー、危ねえ、危ねえ、危ねえ、こいつはやらせるわけにいかない、緊張感が違うぜ。こちらも警戒してんだよ、ボンさんのおかげで。めっちゃ危ねえぞ。クワガタにはもう警戒してんだよ、こっちは。あ、ペンギンと合流。お、ペンギン、久しぶりだな。あ、後ろから上位も。びっくりした。全員集合した。全員、ここまでは一緒ってことか。この奥だな、多分。ここに行こう。トラップチェスト気をつけて。体調いいぞ。あ、いるいるいる、牛いる、牛いる。ペンギンさん大丈夫か。ペンギンさん、ペンギンさん、牛ももう攻略できてきましたね。あいつまっすぐにしか進めねえ。実はそういうことか。ちょっとつ猛進しかできないです。攻撃力結構あるんだよね。攻撃力は結構ある。ペンギンさん、中身は牛。あ、樹鉄とか。あ、これ葉っぱがなんか使えそうなんですよ。多分そうになる。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい、あー、なんだかー、あー、なんだかー。文福茶ガマー死亡確定。一瞬だわ、くそー。待ってくれ、クリアできるしない、ちょっと待って、あと何人？4人？一瞬だよ。4人来と
ペンギンとチルマルと僕まあでも油断してた。でも今日死んだ二人はまあまあいつかやられるかなと。言うな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 、それ以上は言うな、それ以上は言うな